皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。大変お待たせいたしました。ライブ 2D マスターへの道シリーズ第5回目の動画となります。今回からですね、実は生放送を先日行いまして、その生放送で行われた講座を分かりやすく切り抜いて字幕をつけた動画が今回の動画になります。なんで今回から生放送に切り替えたかっていう話は、その実際の生放送の冒頭でしていますので、概要欄からよかったらリアルタイムの配信のアーカイブもご覧いただければ幸いです。ということで、今回は前回の動画の最後にお話しした通り、立体感をつけるためのパーツ分けについて詳しくお話ししていきたいと思います。それでは早速本編に参りましょう。どうぞ。でまずね、パーツには3種類あるっていうところから皆様にご理解いただきたいんですよ。ライブ 2D のパーツって平面なわけですよ。でも実際それがどういう形をしているかっていうのを考えないといけない。で、それには私は大きく分けて3種類あると思ってます。一つ目がペラペラのもの、薄いものです。で、もう一つが厚みがあって丸いもので、最後が厚みがあって角張っているもの。この3つに分けられると思うんですね。それぞれについて解説していきたいなと思っております。よろしくお願いします。ペラペラのもの、これは代表的なものは服ですね。ペラペラのものを作るのが一番簡単です。服とあと髪の毛、これが大体ペラペラのものっていうのに分類されると思います。こんな感じで前髪のね部分とか髪の毛の部分とか、こういうものは全部そこまでね厚みがないペラペラのものとして作れる。で、こういうものはぶっちゃけそんなにパーツだけこだわらなくてもいいんですよ。こういう影もシンプルで模様とかもないパーツはもうこのままで OK。で、大前提としてまず、表側と裏側を分ける。これは最低限しないといけない。どういうことかっていうと、本当にね、ゆかなさんのね、パーツだけ完璧なんだけど、まずね、ツインテールに注目してほしいんだ。ゆかなさんのツインテール、めちゃくちゃこう、カールしてて、あといろんな髪の毛がこう、表と裏で入り組んでて、すごい複雑な形状してると思うんだけど、どういう構造になってるかっていうと、ツインテールの周りをぐる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 囲っている、このピンク色のメッシュ、まずこんな感じで、表で1パーツに分かれてる。裏側で1パーツに分かれてる。この毛先は手前に来てるから、表側で分かれてる。このね、白い部分、真ん中のね、白い部分はもっと複雑に分かれてて、ここで一旦さ、ひねってあるじゃん、髪の毛が。だからもうひねってあるところでパーツ分けしてある。ちゃんとこうやってね。こういう裏側もちゃんと全部パーツ分けしてある。こんな感じで。房ごとに。こうすることで何があるかっていうと、これね、横髪とかもちゃんとこうやって表裏でちゃんと分かれてるんですよ、こんな感じで。こんな感じでね。こうやって分けるとなぜ立体感が出るかっていうと、こうやってね、横を向いた時にね、わかるかな？ここの髪の毛とここの髪の毛はそれぞれちょっと別に変形させてるんですよ。横を向いた時にちょっとね、髪の毛が回り込んでるのよ。こんな感じで。ちょっと形変わってるのわかる？これがね、1パーツだとなかなかね、難しいんですよ、立体感つけるの。ここの表と裏を分けるだけで、急にね、立体感がつくようになる。後ろのね、この、裏の髪の毛が、横を向いた時に、ちょっと見えるようになる。逆にこう反対側を向いた時はあまり見えなくなる。そういう形で、動きがね、つきやすくなるので、基本的に表と裏は絶対に分けた方がいい。で、あとね、もう一つね、ペラペラのパーツで一番難しいのが何かっていうと、フリルなんですよ。ゆからさんのお洋服はですね、フリルをふんだんに使っておりまして、で、それの何がすごいかって、なんとですね、フリルごとに分けてある。フリルのこう、わかります？ふさというのか、それごとに全部分かれてるんですよ。こんな感じで。やばくないですか？これ私、分けてくださいって言ってないんですよ。最初から分かれてました。やばいですよね。めちゃくちゃ天才なんです。完璧なんです、本当に。で、ぶっちゃけ、ここまでするのは本当に大変なので、これは理想論です。ここまでしなくても大丈夫。ただ、ここまで分けるとどうなるかっていうと、こんな感じで、わかる？ここ見てほしいんだけど。細かく立体感をつけられるんですよ。こことさ、こっち側向いてるときは全然見えない裏地。影になってる部分。ここはこっち向くと全部、綺麗に見えてるのわかる？こういうことができるようになるの。だから、ぶっちゃけパーツはもう分けてほしい。迷ったら分けた方がやりやすくはなる。そうなんです、そうなんです。ここまで分ける意味あるんです。ただね、大変だから、その、私がね、最低限分けるなら、大変だから、まずこれで1パーツ。そんで、裏側で1パーツ。
こういう風に段になってるやつはそこはね分けた方がいい。こっちもこの段の下の部分の手前で一発、ここで一発、そんでここの奥で一発。まあこれはなくてもいいかな。ここのこのぐらいの可動域ではほとんど見えないから、最低限これぐらいは分けた方がいい。本当は房ごとに分けるのが正解というか理想だけど、まあ大変なんでね、皆さん見ただけで絶句したと思いますけれども、全体的なデフォーマーがあって、それで大まかな動きをつけた後にこの細かいなんかアーチ状の変形とかはアートメッシュでつけてる。こういう、わかるかな、ここが全部一緒、パーツ一緒になってたら、こういうさ横向いた時にこの裏側の部分が見えなくなるみたいな細かいね調整ができなくなるんですよ。だからこの分け方をするとめちゃくちゃ立体感が上がります。あとね、もう一つ大事なのがここの境目っていうのかな、ちょっとね、これを透明度こっち下げると分かる。この表側のパーツと裏側のパーツがの境目がほとんどこの差がない、ここが大事なんですよ。ここがね結構そのこの片側のフリルがさ見えてないからといってこれぐらいしか書いてない人結構いらっしゃるんですよね。こんな感じで今回フリルは使ってないけど、結構ねグルーとかを使って自動的にその境目をつなぎ合わせるみたいな技法ができるようになるんですけど、それをした時にねこの状態だと切れちゃうんですよ。あとめっちゃ大きくこうパーツが翻った時ってガーって翻った時にここがねめっちゃこんな感じでちょっとしかなかったら間が空いちゃうんですよ。だからなるべくここの境目はギリギリまで作っといた方がいいです。これ結構大事です。表裏を作るだけじゃなくてここの境目、これね、ノン先生もね、この辺はちょっとずれてるんだけど、でもこの辺はぴったり合ってるでしょ？ぴったり合わせてほしいです。よろしくお願いします。丸みのあるパーツですね。厚みがあって丸みがあるパーツ。代表的なのが腕とか足とかですね。大雑把に言うと円柱じゃないですか。腕とか足って。そういうものはどう分けた方がいいかっていうと、こういう感じの腕だったら、これパーツ一つでいいです。なぜなら、どんなに動いてもそんなに変わらないから見た目が。じゃあ、パーツを分けなきゃいけない時は何かっていうと、今回ね、その厚みのあるパーツで分かれてて嬉しかったのが、これね、ふくらはぎなんだけど、ふくらはぎのところに、こんな感じでタトゥーが入ってるんですよ。このタツをですね、ちゃんと分けてくださったんです、能先生。そしてさらに素晴らしいのが、はみ出して書いてくれてるんですね。これ大事なの。ライブ2で分かってらっしゃるのイラストレーターさんとかが、この足の範囲そのまんまでね、切っちゃってる場合が多いんですよ。で、そうなった場合、まあ、イラストレーターさんに加筆してもらう場合もあるんですけど、イラストレーターさんに加筆してもらえない場合、こちらで書き足すしかないんですけど、想像するしかないんですよ。書いたわけじゃないから。これをね、分かってらっしゃるイラストレーターさんなかなかいないので、もう書いてくださるだけで、ありがとう神様仏様ってなるんですよ。本当にありがとうございますなんです。こうすると何がいいかって、まあ、この辺はね、もうライブ 3D モデラーになるおなじみですけど、こんな感じで動かした時に、ずらして立体化を表現できるんですよ。これだけでめちゃくちゃ立体感あると思いますよね。思いませんか？思いませんか？これね、タトゥーなかったら、まあ、タトゥーなくてもね、立体感はあるように見えるけど、ふくらはぎの部分だけ見ると、わかる？形をちょっと変えてるだけなんだよ。これだけだとあんまり立体感ついてるように見えないでしょ？そこに、このタトゥーがあることによって、回り込みがわかるようになる。こんな感じで、形のね、土台となるもので、まず形を作って、で、そこにある影とか模様とか、そういうもので立体化を表現することによって、こう、丸みがね、わかるようになる。あ、尻尾も、尻尾はね、確かこの先っちょの部分と、当初はね、これ丸々一本だったんだけど、それを私は、疑似スキニングをするために、ちょっとこう、それを分けました、こんな感じで。で、グルーで繋いでる。そんな感じで、こういうの大事。あとね、こういうベルトとか、こういうのもね、ちゃんとね、分けてくださってるんですよ。それをするとどうなるかっていうと、こういう丸みのあるパーツに沿って、こんな感じでちょっと動かすことで、こちらも立体感を表現できる。足の回り込みを表現できる。厚みのあるパーツで言うともう一つ、手かな。まあ、これもね、手もね、ぶっちゃけ趣味の領域というか、もう本当に全身を綺麗に動かしたい方のための話なんですけど、お手手もね、こうやって指ごとに分かれていると、立体感がすごくつきやすい。回り込ませられる。ちょっとだけどね。こんな感じで、親指と奥の指のね、位置関係が変わってるのがわかるでしょうか。
さらにこれね、指を個別にね揺らすこともできるんですよ。こんな感じで、これが実際に物理演算で動くことで、こんな感じでしなやかな手元になる。どこを説明したいかっていうと、お胸どういう風に分かれてるかっていうと、片側ごとに分かれてます。ちゃんとこんな感じで、でハイライトとかも全部分かれてます。お洋服を着ている状態で お胸が分離していないっていう言い方変だけどさ、胸がねもう一体化してる場合、そういう場合はお胸一つでいいんですよ。でもそうちゃんのこの水着のお洋服みたいに左右でねしっかりとお胸が分かれてる場合は、左右でちゃんと分けといた方がいい。それで、なんていうかな、お胸が完全に全く一緒に動くと、やっぱりさ、ちょっと違和感あるじゃん。で、今回その、すごいね、胸が 3D みたいって褒めていただいたんですけど、それはちゃんとこうやって分けてあるから。で、さらに、紐の部分とかもちゃんと分けてあるんですよ。こんな感じで。紐の部分とかもちゃんと分けてて、そうすることで、こう、紐がね、伸びたり縮んだりみたいな。で、こうやってね、横を向くときに、で、こういうハイライトも分けることでどうなるか。これね、ハイライトだけじゃなくて、影とかも分けてるんですよね、こんな感じで。それをするとどうなるかっていうと、横を向いた時とかに、ハイライトをね、ちょっと移動させてるんですよ。こんな感じで。の時に、動きが分かりやすくなる。影とかね、反射光とかもね、全部分けてるから、立体感をつきやすくなる。だから本当によく動く、かつ立体感がある、厚みのあるパーツは結構影とかハイライトとかもしっかりと分けといた方がいい。厚みがあって角張ってるパーツを最後にご説明します。まあすぐ去って出てくるのは、まあ王冠ですよね、まず。私思うんですよ。頭のパーツの中で一番難しいのは、王冠だと思うんですよね。これね、めっちゃ丁寧に分けてくださったの。こんな感じで、一つ一つのパーツごとに分けてくださったんですよ。じゃ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 。こんな感じで。さっきね、丸みのあるパーツって、その土台となるものはほとんど動かさなくていいって言ったじゃないですか。角張ってるパーツはそういうわけにもいかないんですよ。なんでかっていうと、明確に面の違いがあるの。わかる？前面と側面が明確に分かれてるわけよ。こういう角張ってるパーツって。何をしなきゃいけないかっていうと、これね、ゆかなさんのね、王冠ってね、どうなってるかっていうとですね、これね、しかもですね、斜めってるでしょ斜めってるから、横向いた時に Y 軸と X 軸が複雑に絡み合った変形をしてるから、とても直ではできないと思って、どうしたかっていうと、一回こうやってまっすぐにして、で、ここの状態で一回こうやって、こうして、こうしてっていう風に変形させて、それを物理演算でちょっとね、動きをブレンドしたんですけど、これに着目していただくと、こんな感じで動かしてるんですね。まあ、結構ね、これパーツだけで見るとちょっと荒があるんだ、さすがに。無理やり動かしてるから。でもまあ全体で見ると、まあまあそれなりに見える。で、これはね、結構メッシュの打ち方が大事で、このね、メッシュの打ち方は動画で解説してるんですよ。メッシュ打ちの方法をね、ライブ 2D マスターの道シリーズで解説してるので見てほしいんですけど、こういう硬いものをね、動かすときはこんな感じで結構シンプルに、この面と面でね、点を打って分けた方がいいです。こうすることで、そうそうそう、前ね、見たこともあると思うんですけど。で、微妙にこの側面のね、厚みがね、変わってんのわかります？微妙に変わってんだ、これが。ここをね、こっちの前面はもうわかりやすいよね。もう完全にここの厚みが変わってるよね。こっち行くと広く、こっち行くと狭く。で、こうやってね、側面と、この前面がちゃんと、最初にね、どっちも見えてるものなら、まあ、こうやってメッシュ打ちだけでいけるんだけれども、真正面にあるんだけれども、厚みがあるやつ。これがね、まあ、横向いた時に、側面が見えなきゃいけないわけじゃないですか。これ。この側面。これ私が一から用意したんですけど。これがないとどうなるかっていうと、こんな感じで。ペラペラなんですよね。違和感バリバリでしょ。よいしょ。わかります？これがないとペラペラなんですよ。ほら。全然、ちゃんと綺麗に立体感あるように見えないでしょ。ここに、側面があることによって、わかりやすくなるんですよ。こんな感じで。ほら。ほら。ね、全然違うでしょ？で、これを書き足さんといかんのですよ。本当に立体感をつけようと思ったら。
タトゥーとかの書き足しと違って本当に一から厚みを付け足さなきゃいけない。これが結構難しいところね。本当に絵が描けない人とかだとちょっとまあイラストレーターさんとかに解説してもらう必要があるかもしれない。こういうとこが大変なんですわ。関わってるパーツの何が大変ってね、隠れてる部分を描き足さんといかんってところですね。あと基本的に側面ごとにね、あのメッシュとかパーツを分けんといかん。もう一つ大変だったのがこれですね、メガホンですね。やっぱ家庭ものは難しいんだ。メガホンくんもそれ単体でこんな感じで一旦こんな感じで立体感をつけて、それを物理レンズで動かしてるんですけど、これもさ、こういう風に綺麗に動かす。これメガホンくんはさ、よう見たら丸みのあるものと角張ってるものの融合だ。こりゃ難しかったよ。まあね、あんまり動き幅が少ないのが幸いだった。これぐらいでいいから。このね、もっとね、その大変なのがこれさ、こんな感じでこう、なんていうのかな、側面についてる突起の部分。今回はこれ1パーツだったね。こんな感じでメッシュを打って、それだけでちょっとね、頑張って変形させてます。させてるんですけど、これを例えばさ、もっとこっち、今ここで限界だけど、もっとこっちに行かせようと思ったら、裏側のここも変形させんといかんのよ。ここも必要なの。ここのパーツを書き足さんといけない。そう。反対側が必要になることもあるんですよ。そこが難しい。でね、こういう丸みのあるパーツ。丸みのあるパーツさっき言ったよね。形自体あんまり変更しなくていい。だからこれは、形自体はそんなに変更せずに、ただ位置を、少しね、動かして、位置関係を変えることで、この回り込みを表現している。羽なんだけど、これもほら、側面と前面がしっかりついてるじゃん。だからこれも、こんな感じで、側面をね、動かさずに、ここの、この広い面積の部分を、ちょっとね、広さを変えて、回り込みを表現している。そう、こういうね、細かいところが工夫につながるんですけど、まあ、角張ってるものが難しい理由、皆さん、わかりましたでしょうか？ノー先生の素晴らしいところが、これもね、ちゃんとこうやって部位ごとに、裏側と表でね、ちゃんと分けてくださったから、こういう細かいことができている。で、これを、体の動きに追従させることによって、こんな感じで、わかるかな？横向いたときは、ちょっとね、角度が変わるようになってます。これね、本当にそのここもちゃんとベルトにくっついてんだよっていうのが分かるようになったと思います。まあ、パーツ分けの説明はね、そんな感じですわ。本当に 3D のポリゴン的な考えをしてると思います。私はそういう部分をね、頭に入れて分けると本当にね、すごい楽になると思います。最近使い始めた裏技的な手法を皆様にご紹介したいなと思います。は、いわゆるチートチート的なね、技術。チートでもないけど、別に大変だけど。そういう技術をちょっとね、ご紹介したいなと思ってる。まずね、さっき一つ言ってもらった。宝石の厚みと宝石の反射ね。これはどうやって作ってるかっていうと、私最近本当にマスクをよく使うんですよ。マスク用パラメーターっていうのをすごい使うんですけど、どういうことかっていうと、こうやって動いた時に、わかる？反射してるのがわかりますかね？これね、まあね、一番クオリティが高くて、ただめんどくさいやり方は、この中のこのハイライトあるじゃん。これを全部分ける。このハイライト全部分けて、それぞれをポチ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 ってオンオフを変えて、やるのが一番クオリティは高い。ただ、めんどくさい。めんどくさいです。大変です。あとやっぱりね、このなんだろう。もともとイラストレーターさんが描かれてるのだと、どうしてもね、その色味を再現しきれない場合がある。で、今回はね、特にすごい複雑なね、反射をしてるじゃないですか。こういうのをね、その本当に完全に綺麗に反射するのは難しい、かつ大変っていうことで、今回は結構ね、その簡単にできて、かつ結構綺麗に見える方法を取りました。これ一パーツなんだ。しかも見ても私めんどくさいから。めんどくさいっていうか、これ分けなくていいからなんだけど、メッシュ売ってね。まさかの四角、初期の四角のままなんです。これが元のクローバーね。で、三つあります。これをね、全部コピーして使います。まずね、ハイライト用。これ、ハイライト用も全く同じやつなんですけど、これが前になるとどうなるかっていうと、こんな感じで。こいつをね、そのまま、ブレンド方式、加算にして、そのままこうやって乗っけてる。で、100% にするとね、真っ白になっちゃうから、まあ、お好みで。私 75% にしてる。もっとこう少なくすると、もっと、イルミが収まる。まずこんな感じで、ハイライトをつける。さらにですね、さっき今1個消したやつがある。これがね、私が最近作ってマスクロ用のパーツ、棒です。ベタ塗りの棒です。これを、このハイライトくんにクリッピングさせるんですよ。で、こいつを、こうやって、
動かす。ミヨーンって。で、こいつね、不透明度 0% にしときます。だから、こうやってハイライト表示、これ S ボタン、私よく使うんだけど、S ボタンを押すと、こんな感じで、そのパーツだけをね、こうやって表示できるんですよ。これ便利なので、知らない方使ってみてください。こんな感じでね、動かしてるんですけど、こいつを 0% だけど、こいつにクリッピングさせることによって、こいつの範囲だけハイライトの部分が見えるから反射しているように見えるんです。これがね、加湿何もいらない。コピーするだけでいい。このマスクのこれだけ必要だけど、作っといて使い回せばいいから、これは楽ですよ。この下の部分は全部その原理でやってます。で、今までは何だろうな。メガネの反射とかは一色でそのハイライトのパーツを作って、それをクリッピングして動かしてたんだけど、今回は違う。そのパーツ自体をそのまま丸々作って、範囲だけこれにクリッピングする。そうするとどうなるかっていうと、暗いところとかは暗いままなんですよ。だからなんていうか、ニュアンスがね、一色で加算してるわけじゃないから、ニュアンスがしっかりと残ったまま反射ができるようになるから、だからすごいキラキラ光ってるように。土台の部分もね、それで反射させてるんだけど、この、しっかりとハイライトが当たってるところで、しっかり反射するんだけど、こう暗いところとかね、線画の部分とかはね、相乗必要以上に暗くならないから、面がしっかりあるものの方がいいかな。横を向いた時に、ちょっと厚みがついてるの分かります？クローバーのお飾りに。これもですね、パーツを追加してないんです。これがですね、最近追加された新機能、上山色、スクリーン色を使っております。こちら、胸のクローバー、こちらも、別に、メッシュ打つ必要ないんで、そのままにしてます。こんな感じで、影用のパーツをそのままコピペして、ずらしてるだけなんですよ、こんな感じで。こうやって。で、ずらしてるだけなんですよ。でもそれだけでもすごい立体感あるよね。見えるでしょ？ほら。たったこれだけです。でも立体感あるよね。でしょ？で、この、暗いやつ、これは何で落としてるかって言うと、ここで上山色、ここ押すとカラー変更できるんだけど、これで色を変えられるんだよ。やばくない？これ新機能なんだけど。ここにね、上山色を入れると、で、今回ね、ちょっとね、赤みを足してるんです。ここに、これほら、紫とかさ、青みとか、それぞれでどんどん色変えられるんだけど、今回は後ろにあるのがね、ちょっとピンク色のリボンだから、赤みもある感じにしてる。これがね、まずは一つの、まあ、最近の裏技、入れてると思うんですけど、この、なんだろう、まとまりがある、すごい髪の毛じゃないですか、私って。すごい私、重い。髪の毛めっちゃね、私、毛量多くて、爆発するんで、めっちゃ毛量が多いんで、ちょっとその重めボブをね、表現したくて、こんな感じ作らせていただいたんですけど、このね、境目がね、動いた時に線画が現れてるんですよ。こいつをね、ちょっと動かしてみますね。わかる？この他の髪の毛と線画が重なると、線画が消えるんですよ。こんな感じで。で、結構さ、前髪のね、ふさを細かくパーツ分けした時に、線画って困りません？皆さん。切れちゃうじゃないですか。それがなくなる。ちゃんと、見えてるところだけ線画が生まれる。そう、これね、マスクで消してるの？どうやってるの？どうやってるの？簡単なんです。ベタ塗りと線画を別にするんですけど、線画を後ろにやってください。線画を後ろにやるの。で、これ、ここ見て。ベタ塗りにまとめて一番上に置く。こう感じで。で、線画ちゃんをまとめて奥に置く。こう、なんかすごい3D のワイヤーフレームみたいなね。たったこんだけです。で、その線画とベタ塗りをちゃんと一つのデフォーマーとかで動かすだけで今の動きが作る。そんだけ、たったそんだけ。簡単でしょ？線画分離して線画奥にあるだけ。この羽飾りをよく見ていてほしい。これがね、ちゃんと回り込むんだ、こんな感じで。こう。こう。こう。わかるかな？回り込んでるの。これをどうやって作ってるかっていうのを説明しますね。こちらはですね、こんな感じで、お羽自体は全部はみ出して描いてます。こんな感じで。こんな感じで。こんな感じで。全部はみ出して描いてます。そのはみ出しを、このマスクで消します。これをね、クリッピングして、マスクの反転にチップを入れます。これマスクの反転チップ入れないと、ここだけ、このクリッピング、こっちにクリッピングしちゃうから、そうじゃなくて、マスクの反転をします。よし、こんな感じで。それぞれ、部位ごとに。1段目は1段目のマスク。2段目は2段目のマスク。3段目は3段目のマスク。4段目は4段目のマスク。
みたいな感じで変えます。この状態で動かすときに、これをですね、こんな感じで、この羽だけをデフォーマーでね、こうやって動かすことによって、でもこのマスクで隠れてる部分は見えないから、こんな感じで消えてるように見える。ただね、これだけじゃ不十分なんですよ。何が不十分かっていうと、本当にこれだけだとこんな感じになります。普通にやるとね。境界のね、線画がなくなっちゃうんですよね、そのままだと。それをどうするかっていうと、またね、線画パーツをこうやって作って、で、線画をね、ちょっとこうやってはみ出させて描くんですよ。こんな感じ。1段目線が、2段目線が、3段目線が、4段目線がと。はみ出させて描いてます。で、今度は線画をこいつにクリッピングする。クリッピングを交差させるんですよ。こうすることで、この線画はこの羽にクリッピングされてるから、このお羽のね、範囲に合わせて線画が消えたり出てきたりするんですよ。こんな感じで。こう、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 わかる？わかる？こっちもね。こう、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 こうね。こうね。で、今までさ、こういう段差があって、かつ、こうやって回り込まなきゃいけないパーツってさ、ちょっと表現難しかったじゃないですか。そういうのがね、ちょっとやりやすくなる、これで。回り込みがわかりやすくなって、まあ、見栄えが良くなる。ちゃんと、回り込んでいるように見える。こっちもね、やってるから。そう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 。ただね、これ、いくつか注意点がありまして、まず、まあ、めんどくさいっす。さっき誰か言ってた、効率悪そうでやらなかったって言ったけど、めんどくさいっす。ただもね、仕上がりは綺麗です。仕上がりは綺麗。かつ、羽を一枚一枚分離させるよりかは楽ですね。で、もう一つが、クリッピング数をめちゃくちゃ消費するんですよ。これがね、ちょっと前まで死活問題で、なんでかっていうと、クリッピング数の制限があったんですよ、昔は。今もね、ある。ニジマライブにはある。フェイスリグくんがね、32も使えたっけ ?16? まずなんかもうそれぐらい32かそこらでもうね、全部クリッピングが剥れちゃうバグみたいになっちゃって。ただですね、VTuber スタジオくん、なんと今、1084まで使えるようになりました。1084ってなんだよ。ただね、スペックがクソほど必要になるらしいですね。なんでそこまで制限があったかって重いからなんですよね。重い代わりに増やせるよっていう選択肢を取れるようになった VTuber スタジオくんが。だから今だったらこのやり方、ちょっとね、最終手段的な感じで使えるんじゃないかなと思って紹介させていただきました。クリッピングが重いらしいですね。ただ私クリッピング使いまくってるよ。ひものちゃん、クリッピ、今ね私が64とか32とか言ってたけど、それはね、クリッピング使用数ではなくて、マスク ID の順列の種類っていう方です。モデルの統計情報を見るとね、いろいろクリッピングマスク関連の統計が見れるんですけど、クリッピング使用数ではなくて、クリッピングされてる方が、フェイスリグくんちでは32、VTuber スタジオくんは64。で、今の VTuber スタジオくんは1000以上という風になっております。はい、という感じで、今日のね、パーツ分けの講座は以上でございます。いかがでしたでしょうか？ちゃんとね、まとめてお話ししたのは初めてだと思うので、まあ参考になっていたらとても嬉しいです。物理演算の補正について説明します。これです。この四角。ひし形のやつ。もう一つだけちょっとどうしても次回、早いうちにちょっと紹介したいものがあって、ブレンドシェイプってわかります？なんとブレンドシェイプの作り方ようやくわかったんですよ、あれ。一回ゆかなさんの時に何もわからずに使おうと思って、全然使えなくて発狂したのが、制作過程のアーカイブに残っててすごい恥ずかしいんですけど。そこからね、ブレンドシェイプ使えるようになったんですよ。なんとですね、口の作り方、ブレンドシェイプで口パラメーター4種類つけなくてもいい方法をね、ようやくわかったので、ぜひやりたいなと思ってます。ブレンドシェイプの作り方と、物理演算の補正について、次回説明したいなと思っております。ということで、長時間ご視聴いただきありがとうございました。またまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。